手が抜けていったもうなんか終わったわーっていう気持ち <laughs> お疲れお疲れ自分終わったね終わったね <laughs> あの嵐のような MC 何だったんだろうかわかるあのあのはずじゃなかったんだけどねえでもなんか余計に喋らない方がやけどしないなって思いました <laughs> 変に喋らない方が 孟子の胸に放り込まれたほんまそうみや終わったねなんかなんか力もともとなんか2月の頭ぐらいから私にセットリストを教えてくれてたから。 ニラックもありがとうございます。だからなんか医師とかもさあ、いけるなみたいな気持ち気持ち作りしてから一ヶ月経って一 <laughs> ヶ月前からその気持ち作っててお疲れありがとうございます。コニラックマとキエライトリありがとうございます。 だからなんか一ヶ月分一ヶ月分のなんかこう気なんか一ヶ月分のものが抜けていった気分お星様とコリラックもありがとうございますなんか結構さ 歴代卒業公演でなんかこう難しかったランキングみたいなのあるんですけどみんななんか,なん,かなんだろうノエさんの卒業公演がだいぶ強くて必然性とジュエルデイズがめっちゃ難しかったからなんかノエさんの卒業公演にゆ。よりは今回の方がまだ覚えられるみたいな。 感じだだったんんけどなんか私その2曲よりも石の方が石と次のシーズンの方がなんかむ私の個人的にむずくてなんかむずくてっていうかなんか感情の入れ方とか込みでむずくてめっちゃなんか <laughs> すごいね今ねなんか脱力感というかおわ終わったって感じなんかもう本当に抜け殻お星さはとリラックマもありがとうございます振り付けの相性とかもあるんですかめっちゃあるめっちゃあるけどでも多分ね私ね ジュズね向いてた気がする意思はねはん普通ぐらい向き度相性は普通ぐらい力の入り切った感じていやほんまそう私さしかも今日ねあの卒業公演でありがたいことに仕切りをね任せていただいてて。 なんだ、セレモニーの進行を任せてくださってちかなのファンの方かスタッフさんかでもそれ知ったの昨日でなんかもともとその前の MC の仕切りを「今やってね」ってちかなに指名されたのが一昨日で私その時点からこの十何人を。 まとめなきゃいけないんだって思ってユ <laughs> ラックもありがとうございますけすごくもう緊張してたんですけど私あんまり仕切り慣れてないからすごい緊張してたんですけどしかも,もう束ねるメンツが束ねるメンツじゃないですか <laughs> しかもなんかセレモニー行ってさ段取りとかも全て覚えなきゃいけないじゃないですか私いなんかそういうのなんか生誕祭の仕切りしかやったことなかったから卒業卒業公演の進行やったことなかったから「どえも動物園」の飼育員さんの気持ちが送りましたがもう珍獣。 真珠だらけでしたね。<laughs> 本当になんかねた達成感 <laughs> そこのそこがすごく心配で私のせいで回らなかったらどうしようみたいな私結構さ どちらかというと、エピソードトーク話したがりな方じゃないですか <laughs>。だから。なんか。は回し、回す。なんだろう。話したいけど、回さなきゃいけないみたいな。<laughs> ロマンチストたちから、それは。あのー、忘れてちょうだい。<laughs> なんか難しかったしかも私さ本当に私の悪いところなんですけど私って何でもかんんんでででも見切り発車でやっちゃうんですよ <laughs> なんか話のオチとかあんまり考えずに話し出しちゃって話してる途中でめっちゃ無理やり落ち着くるタイプなんです。 だから。今回も。なんか導入。導入をもうちょっと。いい言い方があったんじゃないかなって思って。割と自己嫌悪。イラックもありがとうございます。私、本当に真面目なんですよ <laughs>。変、変に真面目なんですよね <laughs>。 そうでも前さすごい個人的なつかなの話とかじゃなくてすごい個人的な話になるんですけど前さ長野の時にスタッフさんにあのー、スタッフさんが褒めてくださったって話をしたじゃないですかイラクもありがとうございますあれ言うか迷ってたんですけど何をこれイラックもと黄色い鳥ありがとうございます何を お褒めに預かったかというとなんかその時言われたことをそっくりそのまま再現するとフ <laughs> 曽我部さん曽我部さんのことあ本当にね本当にそういうねなんかメンバーのことをそんな褒めたり する方じゃないんですでそしたらその方が「坂上さんのことは評価してます」って言われて「えっ!?」ってなってなんかその長野のイベントの前日にどん兵衛とのコラボ配信があったじゃないですか。で私今部長だから MC まあ実際そうだと思うんですけどそしたらねそしたらねその方がなんか昨日昨日の MC もなんだっけなあ昨日の MC も私が坂部さんに。 してくださいってお願いしましたって言われたんです。信じられる <laughs> 私それ聞いて本当に嬉しくて、すごくもうみなぎったんですけど、<laughs> で、その方が今日いらっしゃって、私もすごい脱力モードで、なんかこう、なれなれしく話しかけてしまって、なんか、はい、今日どうでしたかみたいな。 MC どうでしたかみたいなを聞いたらいや本当に信じられないよその方さ普段の私が普段の私がどうでしたかみたいな言ってもまあまあまあでしたねみたいな言われるんですよ絶対だけど今日どうでしたかって言ったら「曽我部さん MC うまいですね」<laughs> 私、ショールームで言いますよって言ったら <laughs>、って言ってました <laughs>。嬉しい、めっちゃ褒められた。お疲れありがとうございます。あとね あ、そう、なんかこの間ラーメン部イベントの MC、あ、MC ラーメン部イベントの下り、第1部の、あの、もう本当になんかもう、大乱闘の下りあったじゃないですか。いいね、ありがとうございます。なんか急に今日、本当にこれ自慢話なんですけど、ありがとうございますみたいな言ってたら、あの、ラーメン部イベントの第1部の台本、 一番理解してたのは曽我部さんでしたねって言われたんですえななみが目の前にいたからななみに自慢してきましたした <laughs> ああ!」って言ってました <laughs> 嬉しいだから今日全てが報われました 茶色い子供ありがとうございますやめたいなんかこの年になってさ人にそんな褒められることなんて なくなるじゃないですか <laughs> できてすごいねみたいなうまいねとか言われることってなかなかなくなるじゃないですかたまにそういう気分を味わえとなんか嬉しくなりますねコラありがとうございます たぶん私眠たいめちゃんさすがだねありがとう <laughs> セーターティーデザイン U の家具はありがとうすごくシンプルだけどすごく嬉しい二十七日まで 明日だ生誕グッズは明日の1時までなので、まあ、きっとみんな今注文しないと絶対忘れると思うので早めにお願いしますみんなもう明日になったら生誕グッズのことなんて頭いなくなるでしょう やだよすごいなんかもう全部全部立ってたね見て今日さもうなんかささっきさハンバーガー食べてたんだけどねめっちゃこぼしたハンバーガーのソースハートありがとうございますでも今日ね劇場に着いた瞬間から「ハンバーガーがいいな」って言ってたの今日は絶対にモスがいいって言ってた本当にモスだった めっっちちゃゃこぼしちゃったね後で洗おうすごいめちゃ伸びちゃったでもなんかこれこれさこれシミなんですけどなんかいい感じにいい感じにさ見えてるしかもねでもねこっちにつかなかったのこっちのパッカーこれ中に T シャツ着てるんだけどさ こうやって食べてたんだけどちょうどこっちにつかなかったよかったお疲れありがとうございますでも全然こぼしたの気づかなかったんだよね食べ終わってからシャツ見たら汚れててびっくりしちゃったあっハンバーガーじゃないこれさあっこれプリンだ なんかさいやハンバーガーのシミにしてはなんか薄づきだなって思ったんですよなんかさハンバーガーの心当たりがマヨネーズしかなくてこれプリンのカラメルソースだミラックもありがとうございますこれカラメルだ臭 今日日、も次になった、そう、なんか,ちかながね、昨日私昨日の夜なんかねちかなに「髪型何がいい?」って聞いてそしたら「渡り鳥って帰ってきた,、ね、たり,りの髪型みたいなめっちゃシンプルな文章が返ってきてめっちゃでも分かりやすいもうメイクさんに今日「渡り鳥の髪型でお願いします」って言って渡り鳥の髪型になりました。 めっちゃさ、もう意思やるって決まった時からもう絶対にポニーテールかツインテールかハサイドポニーにしてって言っててとか心の中で思ってて絶対その三択でお願いしますって言って心の中で念じてたらよかった昨日配信中引かれたって言ってた本当に。 ね今お風呂の中で昨日インしたあとあと8分くらいやばたやめたいやめたいやめたいやめた,いやめたい 本当にイラクマの風船のありがとうございますお風呂入ってねありがとう頑張るでもやめ公演後に寝打ちできないタイプなんだよね タイにお風呂入りたいあと靴ずれが痛い靴ずれが痛いリラックマンありがとうございますさっきまで眠くなかった。 リラックまた黄色い鳥ありがとうございますまださっき時間送ってくださった方いたよねありがとうあ,ありがとう53分だったってありがとうねもう絶対変わってるけどなんだかんだ言ってアカウ配信見えるけどいやでも師は見たい医師見てやめるでも私本当に反省なんだけどさ医師 気合い入りすぎてめっちゃ早撮りなんですよねなんか途中でめっちゃ早撮りだって気づいてるんだけどな直らない直せないなんかあもうなんか早撮り直そうって思っても直らないタイプの早撮りだったリラックもありがとうございますすごく申し訳ない でもね石のダメロの「自分にとってのプライオリティ」っていう歌詞あるじゃないですかあれ HKT さんの楽曲じゃないですか「プライオリティ」「プライオリティ」ってやるんです「HKT」っていう文字を手で作ってらっしゃるんですよ それを、まあ、今回は地下の「ちか発行公演バージョン」にしようっていうのでプライオリティで NGT にするか CKN にするか迷って「ちかな」にするか NGT にするか迷って、まあ、N も G もちょっとむずいからむずいし「ちかな」にしようって言って「プライ CKN」になってるのでぜひ。 見てください。これ N はちなみに小文字の N <laughs> <laughs> C K A N そう N G T も厳しそうなんだよね。N G T 難しくて諦め。 本当に次のシーズンと石がすっごいもう激ムズ激ムズだったから昨日ね寝る直前までずっと踊ってたのここでそしたら美奈子が爆笑しながら動画撮ってましただからぜひ見てください MC m m のアーカイブ、m MC、は飛ばしてください。私の仕切りが見ていられないので飛ばしてください。やた今何分ですか ?57 分ありがとうございます。 やばい目が閉じてくる過去一年もそれかもしれないちょっと眠たすぎて何喋ったか覚えてないちょっとランキング読みます いきます13位まゆさんありがとう。12位くにさんありがとう。11位てっちーさんありがとう。10位からぽよアトマークあざましたさんありがとう。9位なんちゃんさんありがとう。8位するめのゲソアトマークひらさんありがとう。 しんごさんありがとう。6位ひじかこ有能のうしかいありがとう。5位まきあとさんありがとう。4位りいやまさんありがとう。3位たむひろさんありがとう。2位きむさんありがとう。1いよたさんありがとう。 ありがとうございました今何分だあ,あと30秒くらいだありがとうございましたそれじゃあみなさんおやすみなさいみんなもゆっくり寝てね明日から月曜日頑張ってねセ生ングッズ今日の夜に。 今日の夜のうちに押し込んでおくんだよ。明日の1時までです。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。